リラ&アノ10代から人生相談。アニメ映画デッドレッドデーモンズデレデデデストラクションの試写会が行われ、ダブル主演で声優を務める生田リラさんとアノさんが登壇しました。突如現れた巨大な宇宙船が浮かぶ東京で青春を謳歌する高校生たちを描いた物語。ということで、試写会に招待されたのは高校生を含む10代の若者100人。先生になった気分ですね。生田先生とあの先生が悩める若者の質問に答えました。受験に落ちてしまって。あら、そうなんですよ、大変なんですよ、僕。そうよね。人生に行き詰まった時、お二人はそうどうやって自分をこうやって元気づけていくのかなっていうのは。家族とか親友とかそういう人と会ってうまくいってない、その状況を全部こう口に出して話してみて、そしたら何かこう頭の中で整理がついたりして、好きなことする、うん、好きなものとかもう気にせずバカ顔バカ顔。でもさ、落ちてここ来てる行動力あるならもう何でもやっていける。言わないで。確かに。